中国5000年。その歴史の中でひときわ人々の記憶に刻まれ、そして後の世に語り継がれてきた物語がある。紀元3世紀日本は卑弥呼の時代、中国は魏、蜀、呉、3つの国が互いに覇権を競い合い、荒ぶる勇者たちが戦場を駆け巡っていた。最強武将伝三国演義。それがささやかな青年の意地の旅でも、風は律儀に話しかけた。人に埋もれて生きるのが嫌に思えて、季節季節に風を待った。いずこへと風が訪ねる、彼方へと風は答える。心に響く声で、青年のためらいをかき消せ。許された時間の中、無駄遣いしないように、息を荒げきつい目のままで、風を持っておいてよ。長雨で戦いも膠着状態、そろそろ撤退すべきでは。王徳、我々が焦っているということは関羽とで同じだ。武器将軍、たった今川辺へ行ってきたところですが、この長雨でかなり増水しています。それがどうしたというのだ。我々は土地が低いところに陣を構えております。もし川が氾濫でもしようものなら、ひとたまりもありません。何を言う。今陣営を動かし、その隙に関羽が襲ってきたら一体どうするのだ。関羽は高いところに陣を移しています。指揮を乱す者は死罪にするぞ。君の言う通りだ。明日の早朝、我々の部隊だけでも高いところに移ろう。陸上の戦いなのに船が必要なのですか。川の堰を切って水攻めにするのだ。決行はいつです。今夜だ。堤防が決壊したぞ。降伏します。歩け。こっちだ。報徳、おとなしく投降しろ。つべこべ言うな。勇気があるなら俺と戦え。
将軍、お助けください。残念だがそれはできない相談だ。浮金を連れて行け。ほら、宝徳、君の兄上と元の主の馬長は聖戦にいる。これ以上曹操の手先として働くこともあるまい。黙れ、殺すならさっさと殺せ。君のような英雄がなぜ逆賊曹操につく。死んでもお前のような奴に投降するものか。こいつを引きずり出して切れ。はっ忠義者だけに惜しい男だった。手厚く葬ってやるとしよう。関羽は水攻めで右近宝徳を破るとすぐに繁盛を攻めた。この手矢に毒が。小僧どもめ、汚い手を使いおって。父上、この傷は重うございます。慶州に戻って静養してください。ふん、これぐらい何でもない。それよりも繁盛を落とさなくては。10日が過ぎても関羽の傷は良くなるどころかますます悪化した。だが関羽は平静を保っていた。良い知らせです。どんな良い知らせだ。加田先生が来られました。名医の加田先生か。どこにおいでだ。ここです。加田でございます。毒を除くことはできます。しかし、腕を切り開き骨に入った毒をえぐり出さなければなりません。お坊様やってくだされ。鎖で将軍の腕を針につなぎ目隠しをしてください。とても我慢できるものではありませぬゆえ。いや、このままで結構。五の続きだ。しかし。どうした馬良、これで私を任したら卑怯者とそしられるから気が進まないのか。さあ来い。将軍、始めますぞ。関羽将軍、終わりました。そうですか。確かにいい感じです。加田先生、ありがとうございました。本当に神様のような腕前ですな。長いこと医者をやってきましたが、これほど我慢強い方は初めてです。将軍こそ神様ですよ。さすがは関羽、知恵と力を兼ね備えた武将だ。右近は捕らえられ、宝徳は殺され、部隊は全滅した。万一関羽が勝ちに乗じて北上してきたら巨都も危ない。そろそろ戦としなくてはならないようだ。殿、私はそれには賛成しかねます。行ってみよ芝居。右近の部隊が倒されたといっても国家の根幹に関わるようなことではありません。では万が一関羽が攻めてきたら。先に呉へ人をやって孫権を説得するのです。慶州を孫権に与えるのと引き換えに関羽を襲撃させれば繁盛の危機も救うことができます。曹操殿にお伝え願いたい。我々呉は魏と連携して慶州に攻め込むと。はっ。曹操と慶州を攻めるのですか。
リョム、君はどう思う？慶州を占領すれば長江を制することができ、防衛線を前に進めることができます。よし、慶州を取り戻す役目を君に与えよう。必ず実行いたします。諸君、長江に沿って二三十里ごとに狼煙台があります。まさか関羽はもう我々に対抗する準備をしているのか？防備を固めているようです。慶州攻めを殿に進めはしたが。この番組はタカラトミーとご覧のスポンサーの提供でお送りします。殿、リョモが病気になったそうです。この大事な時にか。何の病だ？仮病という名の病ではないかと。なぜ仮病とわかるのだ？見てきさえすればはっきりするでしょう。ではリュクソン頼むぞ。殿は将軍に重い任務をお与えになりました。功績をあげる好機だというのにどうされたのです？実は私は将軍の病気を治す処方箋を持っています。おに、聞かせてくれ。沿岸の職軍に狼煙を上げさせることなく、慶州の兵を捕虜にするのです。おお、どうやって？関羽は勇猛な上に用心深い。しかしもし将軍が都督の職を別の者に譲ると嘘をつき、さらにその者が関羽にへり下った挨拶状を書けば、関羽の皇統への警戒心も自然と薄れ、軍勢を繁盛攻略に集中させるようになるでしょう。そうなれば慶州を落とすなど赤子の手をひねるようなものだ。計画はリクソンから聞いた。君の後任は誰にするつもりだ？リクソンです。リクソンか。彼は若すぎないか？人望もまだまだだ。だからこそ関羽の警戒心を解くことができるのです。さらに彼は騎士に富み、高い能力を持っています。後任にしてくださればきっと成功します。よし、君の言葉を信じることにしよう。選挙はよくありません。援軍が必要です。だが陸高都督の領母は慶州にとって脅威だ。これ以上慶州から兵を連れ出すわけにはいかない。父上、呉からの使者が来ています。旅毛が病気で陸皇都督が交代するそうです。誰に代わるのだ？リクソンという聞いたこともない人物です。確かに聞いたことのないのだ。どうやら呉の国には人材がいないようだ。そんな青二才を将軍にするとは。それではその使者に会ってみよう。関羽将軍の勝利にリクソンからのお祝いでございます。これは随分ご丁寧に。私叔父上などと。リクソンにとって関羽将軍はまさに父の世代の英雄。変わらぬ尊敬を捧げておいでです。ではリクソン殿は呉と蜀の友好を希望しているのだな。ならば私も全く同じ気持ちだ。ありがとうございます。ありがたいことだ。これで安心して慶州から援軍を招けるな。ああ、関羽は書状を読んで大変喜んでいました。うん。将軍、関羽が慶州の軍勢を整えており、繁盛へ向かう模様です。すぐ殿に報告しに行く。孫権は知らせを受けるとすぐに旅毛を大都督として慶州に出兵させた。孫権は同時に曹操に使いを出し、関羽の後方を襲撃するよう要請した。そこで曹操は徐光を繁盛に派遣して関羽を挟み撃ちにした。慶州の兵力の大半が繁盛に移動したとはいえ、この狼煙台はどうしたらいいだろう。はっ、その対策はもう考えてある。何者だ？商人です。風を避けてここに来たのです。罪には何だ？お役人様、どうかここで風よけをさせてください。ん？
よし、止めていいぞ。素早くやれ、一人も逃がすな。旅毛は長江沿いののろし台を奪った後、無防備な慶州に攻め込んだ。関羽はそれを知ると徐光との戦いを放棄し、慶州を奪回すべく引き返した。孫権軍と曹操軍の挟み撃ちに遭い、やむを得ず幕城へ退いた。君の忠告を聞かなかった。将軍、ここから一番近い城陽にいる劉邦と毛達に救援を頼みましょう。この包囲網の中誰が行く。この私が。了下、頼むぞ。援護する。私は関羽将軍の部下で良家と申す。門を開けてくれ。こちらへ。関羽将軍は幕城で包囲されています。劉邦殿、すぐに援軍をお願いします。わかった、すぐに叔父上の救援に向かおう。良家殿、さぞかしお疲れでしょう。準備の間客までお休みください。兵を出すと言ったのに、なぜ止めるのだ。曹操軍と孫権に挟み撃ちにされているのですぞ。死にに行くようなものです。関羽将軍は私の叔父なのだぞ。しかし関羽将軍はあなたを甥だとは思っていないでしょう。それはどういうことだ。関羽はあなたが劉備様の実子ではないからといってあなたを見下しています。劉備様はあなたを跡継ぎにしようとしていたのに、関羽が邪魔したせいで結局あなたはこんな荒れ果てた土地へ追いやられてしまった。確かに毛達の言う通りかもしれぬ。では出兵は取りやめてじっとしているとしよう。良家が行ってもう3日も経つ。救援はまだ来ないのか。兵士たちはこの3日何も食べていません。これ以上は無理です。今夜私が兵を率いて包囲を突破し、聖戦へ行って援軍を連れてこよう。関羽将軍にお目通りしたい。カウン将軍、あなた方はこの小さな町に閉じ込められている。食料もなければ救援も来ない。なぜ投降しないのです。たとえ死んでも兄上に背くことだけはできぬ。カウン殿、情勢には従うべきです。我が殿も早々に対抗し、カウン王室を支えようとしておられる。孫権にこう伝えろ。決戦だとな。行け。
だ。カン、以前私は息子と君の娘の縁談を持ちかけたのに君は拒んだな。今は後悔しているだろう。後悔などするか。私は死んでもお前たちの仲間になどならん。お前は英雄だ。だから敬意を払って投降を進めている。君たちはどう思う？どうだ、リョモ。お忘れですか。曹操は関羽に恩義を施しましたが、最後には5つの席を破られ、6人の将軍を斬られました。関羽を外へ連れ出して斬れ！当代の英雄である関羽がこんな末路をたどるとは。殿、関羽の首を早く曹操に送ってしまうべきです。そうすれば劉備は曹操が関羽を殺したと思い、復讐の矛先は曹操に向かうでしょう。うん。我が殿より関羽の首を献上いたします。その後変わりはないか。関羽がこの世から消えて、これでわしの心配が一つ減ったわ。殿、これは孫権の策略ですぞ。もちろん分かっている。孫権はわしに劉備の恨みを交わせようとしているのだろう。さすがは殿、その通りです。関羽を手厚く葬れ。わしが自ら霊を祀る。そのことを劉備に知らせるのだ。殿！ん？ん？殿！関羽将軍が斬られました！次回、最強武将伝三国演義第39話、三国定律。いざいか、民のために。風に舞う花のように、行く宛てさえ知らないまま、幾千もの時を超えて、一人ゆらりゆらら飛び立ってゆく鳥たち、この番組はタカラトミーとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。